はい、明日が2月3日なんですけど、2月3日というと、鬼は外、福は内っていう、まあ、節分の豆まきってのがあって、まあ、鬼のお面もね、作っていこうかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなので、まあ、俺が動画でよく、一緒にやってる、ひりおくんのお面を作っていこうかなと思って、ひりおくんの画用紙と、あと、厚紙を買ってきました。厚紙を切り抜いて、ひりおくんの画用紙を貼って、なんか色つけて、なんか、いい感じにしようかなって思います。一応、型は型は作りました。これに沿って画用紙を貼っていこうかなって思います。はい、見本はスプラでちゃんと確認しました。ダメだよ、何やってんの。形ができたよ。一応できたよ。はい、できました。ちょっとね、糊がね、つけすぎてはみ出ちゃって、鼻水みたいになってんだけど、ひりおくんのお面が、はい、完成しました。おー、いいんじゃないの？これに、なんだろう、穴開けて、耳側にね、穴開けて、かぶれるようにできればいいですね。僕がひりおだよ。こんにちは。節分、鬼は外と豆を投げてください。前がね、見えないんだよね。穴開けるの忘れちゃって、見えません。もう俺、何がどうなってんのか分かりません。とりあえず見えません。見えないんだな、これが。ちなみに、なんか野球する時の手袋つけて、野球する時のアンダーシャツ着てます。すごい恥ずかしい。僕が CM だよ。ありがとうございました。実は今筋トレしてて、ひりおの体を作ってたんだけど、ちょっともうしんどいわ。なんかスプラトゥーン3さ、まだひりおくん出るかわからないよね。産後なんと発売日は分かったんだけど、僕が出るかわからないんだよね。だからとてもなんか胃がぬるぬるしてます。出てほしい。僕も出たいんだ、スプラトゥーン3に。お願い出してください。お願いお願いお願い。マジで出てくれるの嬉しいし、夏に出るからマジ楽しみなんだけど、本当に言いたいことは出してってことなんだよ。出たいよ、僕も出たい。スプラトゥーン3に出たい。なんか今ライトついたね、今ね。びっくりしたね、今ね。ここで多分スイッチ押しちゃったんだろうね。いや、思ったのがさ、僕のメインストーリー、ヒーローモードじゃなくてヒーローモード、出ればいいかなって思った。出ないかな、マジで。普通に死んでたし、待ってます。死んでるぞ。待ってるからね、いつでも待ってるよ。最初に出さなくてもいい、もう後からでもいい。1年後、2年後でも、3年後でもいい。いつか必ず出してくれれば嬉しいかな。
頑張るからね。応援してね。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。皆さんどうも、ひるおだよ。今日は、ひるおになりたい人がいっぱい、いっぱいいると思うから、ひるおのなり方をみんなに今から教えてあげようかなって思います。まず一つ目、スクワット。今から、ひるおはどういう風に、スクワットをしているのか見せたいと思います。いきます。ルーターが落ちた。痛い痛い。ごめんなさい、事故が起こりまして、 Wi-Fi のルーター立てかけてたのを猫が落として直してたら鍵が分かんなくなっちゃったので、もう一回1からやりたいと思います。1 2 3 4。次は腕立て伏せです。こっちも大事なのでしっかりとやりましょう。まだ力取らないでね。次は腹筋です。腹筋も大事なんだけど、カメラの画角がどこか目見えんし分かんないから、なんか映ってるよね、今ここならね、映ってるかな、分かんないな、分かんないけど頑張ります。1 2 3。
ちゃうね。はい、やちょっと、よくわからないな。なんかデータ届いた。これ、怖いな、見るの。見るの怖いんだけど、みんな一緒に見えますか？ヒレオくんからあるデータが届きました。ちょっと一人で見るの怖いので一緒に見てください。いきます。皆さん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。ヒレオさんだ。今日は僕からうなちゃんに言いたいことがあって録画を回しています。皆さんはこちらの動画を見ましたか？俺の仮想、俺じゃない、ヒレオくんが、もう何本か出ているようですが、僕はこれに対して言いたいことがたくさんあります。何まず最初に、この下手くそな僕の顔は何なんだっていうことです。下手かな、うまいけどな。僕はこんなに変な顔はしていません。鼻水も垂らしていません。そもそもヒレオだよってなんか変なポーズして、これね、なんかちょっと何なんですかね、あれは。なんかめっちゃ言うやん。怒っとるやん。僕はうなやぎさんより賢いので、ヒレオだよなんてやりません。今回不器用なうなぎさんのために、賢くて優秀な僕が自分の顔の面を作ってうなぎさんに差し入れをしました。マジ？それがこちらです。これは厚紙と画用紙をハサミでチョキ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 して作りました。ちゃんと目が見えるように穴を開けました。ありがとう。俺の見えなかったんだよね。ついでにフェルトを買ったので、フェルトで僕の顔のマスコットを作りました。上手に作ることができました。すごいわ。なんか俺ん家にさ、データと一緒に届いたものがあって、多分これなんですよね。これこれちょっと見ます。ヒレオくんのさ、お面、お面って言っちゃう、あれか、顔が支給されたよ。え、すごい、うまい、うまい、見て、うまくない、ヒレオくん才能。おー、うまい、やるね。しかも目が開いてるから見えるよ。つけてみるか。よし、ヒレオに変身。あ、ちゃんと動く。すごい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 。見て、これ、これも届きました。すごい、すごない？ヒレオの手、俺バッティンググローブつけてたのに、ヒレオなっちゃった。マジでヒレオなっちゃった。ヒレオだよ。これ嫌がってたな。ヒレオだよ。これすげえ嫌がってたから今度からもやろう。すごーい、ありがとう、ヒレオくん。お、すごいわ、普通に。よかった。ということで、なんかヒレオくん実況もしたみたいなので、よかったらそちらも見てあげてください。どうぞ。皆さん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今日は久しぶりに実況動画を撮っています。相変わらず、僕は喋ることが苦手なので、後撮り実況となっています。いつもと違うことといえば、前までは動画を2倍速でお送りしていましたが、今回は3倍速となっています。いつもより早くお送りしています。
みんなは僕が作ったあのお面見てくれましたか？結構上手に作れたと思うんですけど、よかったらコメント欄に感想を書いてもらえると嬉しいです。みんなもよかったら作ってみてください。最近の近況報告をすると、僕の乗っ取り活動が順調に進んでいます。最近ではツイッターアカウントの作成に成功しました。実はうなぎさんにもツイッターのアカウントはバレていますが、もしよかったらみんなもツイッターのフォローよろしくお願いします。これからも応援してもらえるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。以上、ひでおさんチャンネルでした。